Hi everyone, it's me, Chigusa. Today, I want to share with you the question that I got a lot from my students. Have you ever heard this sentence? It's not that bad. A lot of students have asked me what does that means in this sentence. So today, I'm going to tell you how you can use this sentence in a daily conversation. はい、ということで今日はこの It's not that bad という表現、これよく日常会話で使うんですけど、この It's not that bad that の意味って何？ that ってあれっていう意味じゃないの？だとしたら It's not that bad はあれは悪くないってことなど思ってしまいますよね。でもそれだったら That's not bad じゃないの？って疑問に思いませんか？実はこの It's not that bad 日常会話ではこれ本当によく使う表現で、めっちゃ簡単やし、めっちゃ使いやすいし、知らないと絶対に損。多読の生徒さんはやっぱりね、たくさん本を読むので、この表現がめちゃ出てくるので質問がめちゃくちゃ多いです。会話だとどうしても聞き流してしまってね、気づかないこともあると思うんですけど、やっぱ読んでるとね、文字があるので気づいたりするので、本当多読生からの質問が一番多いっていう感じですね。やっぱりこういう風に気づきある質問があると英語は上達しやすいですよ。今日のこの動画を見れば It's not that 何々を自然に日常会話でも独り言でも英会話レッスンでも皆さん使えるようになりますので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。この表現は教科書とかテキストなどにはね、出てこないネイティブがよく使う表現になります。これを使いこなせるようになると、おちょっとこの人英語こなれてるなというふうに思われる表現の一つですので、すごく簡単で、この動画を見ればマスターできるので、ぜひ一緒に練習していきましょう。ではまず今から It's not that bad を使った会話例っていうのを皆さんにご紹介していきます。どんな風に使われてるかぜひ推測してほしいんです。じゃあいきますよ。 Look at the sweater. It's $50. Oh, it's not that bad. It looks really high quality. 2. I hate going out in this rain. Oh, really? It's not that bad. When we'll be inside most of the time. 3.This soup is too salty, isn't it? It's not that bad. I like this taste. 4. This movie is getting bored. Should we leave?It's not that bad. Let's see how it ends. はい、いかがですか？なんとなく意味分かってきたぞという方は素晴らしい。まず一つ目、 Look at the sweater. It's $50. このセーター50ドルもするんだけどという会話に対して、 It's not that bad. 高品質に見えるけどねという会話、この that には実はそんなにとかそこまでという意味があり、It's not that bad は、そこまで悪くないよねという感じのことを言いたいときに使います。否定文と一緒に使うことも多いんですが、そこまで何々ではないという意味になります。これはもちろん今みたいな会話でもそうですし、独り言でも使うと、思ったよりまあ悪くないかなみたいなニュアンスで使えますね。 Oh, it's not that bad みたいな感じで鏡を見ながらね、自分の服装を見て言ったりとかっていう風にもできますし、味見して、あ、it's not that bad、 あ、悪くないじゃんっていう感じで独り言で使えます。で、今日の例文 It's not that bad のこの bad の部分を他の形容詞に変えて使うこともできます。例えば It's not that expensive、 そんな高くないと思うよとか、そういう感じで使うこともできます。これめっちゃ日常会話で使えると思いませんか？鏡見ながら、安かったんだけど、まあそんなに言うほど悪くないね、 It's not that bad って言ったりとか、男性の方がバイク欲しいんだけど奥さんに話した、どうだった？とかってこう会話があったら、そんな甘くないって、そんな簡単な話じゃないって、そんな奥さんがすぐ OK 出すわけないってみたいな、 It was not that easy っていう感じで使えたり、え、疲れてるんだったら休んだらいいじゃんとか、雪取ったらいいじゃんとか言われて、 Oh, it's not that easy for me、 そんな簡単じゃないってみたいな、たくさんこんな場面ありますよね。もうこのざっと本当使えるとすごく便利なんですよ。あのとかあれとかではなくって、そんなにっていう感じで、そんなに小さくないし、そんなに大きくないし、そんなに暑くないし、そんなに安くないし、そんなにまずくないし、まあ言うほどに変えてもいいかもしれないですね。言うほど美味しくないよこれとか、言うほど上手じゃないし、言うほど人気じゃないし、言うほど難しくないってとかね、そういう感じで使えたりもします。ね、どんどんなんか、あ、
こんな風に使えるなってイメージが湧きやすいと思いませんか？こういう風にね、イメージが湧きやすいものって簡単に使えるようになるので、ぜひ明日から、もうこの動画を見てからでもいいや、使ってみてください。ぜひね、日常会話一人言でもうどんどん使って、この表現マスターして、あなたの英会話力をぐっと自然にしていきましょう。これね、すごく簡単なんだけど、実際使えてる生徒さんっていうのは私もまだ数人しか見たことないかな。めちゃめちゃ少ないです。だからね、この動画を最後まで見たあなた、ラッキーです。どんどん使っていきましょう。本当に簡単なので、はい、それではもう一度ね、会話文でちょっと復習してみましょう。違う例文を用意しました。 I heard yoga is very hard. It's not that hard. It's relaxing. 意外と優しいボスを見てね、独り言のように、 Oh, it's not that bad. Actually, I like him.こんな感じでも OK。 ちなみに否定文で今ずっと言ってたんですけれども、肯定文でも使えます。そんなにとか、それほどとか、そのくらい何々という意味で使えます。例えば相手の発言に対して、 I've been working for 10 hours 10時間ずっと働いてんだけどみたいなことを言われたら、 Seriously? That long? このマジでそんな長く、That long? みたいな感じで使うこともよくあります。これ本当に難しい表現でも文法でもないから、絶対毎日そして使うしね、はい、ぜひ使ってみてください。今日の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録、そしてコメントもお願いします。もっと役立つ英語表現を学びたい方、私の公式 LINE も概要欄からチェックしてね。もし英語学習で困ったことがあれば、いつでも LINE にご連絡ください。 Alright, that's all for today. Thanks for watching and I will see you next time. Bye.